ゼロ,ススゼロックススター、ゼロックススター、ゼロックススター、またはスターワークステーション。スターワークステーションは1981年にゼロックスが発売したワークステーション。正式な型名は8010スターインフォメーションシステム。この機器は今日のパーソナルコンピュータで標準となっている様々な技術を統合した最初の商用システムである。例えばビットマップディスプレイ、ウィンドウに基づいた グラフィカルユーザーインターフェース、アイコン、ホルダマウス、イーサネットネットワークシステム、ファイルサーバプリントサーバ電子メールといった技術が用いられていた。ゼロックスは商用レベルの新技術開発を目的とした内部シンクタンクとして1970年にパロアルト研究所を作った。パーク内部では様々なグループがそれぞれ異なったデジタル技術の 研究を行っていた。それらの実践の場として、当時としては小型のコンピュータールトが開発され、ゼロックス内部とごく少数の大学で利用されるようになった。アルトはわずか3ヶ月程度で、しかも寄せ集め的パーツにより作られてはいたが、当時としては珍しいビットマップディスプレイ、NLS で使われたポインティングデバイスとしてのマウスを標準で装備し、 イーサネットによるネットワーク機構などの先進的なスペックを有していた。初の本格的グラフィカルユーザーインターフェースベースのオペレーティングシステムを有するコンピュータとして注目されるアルトだが、実際にアルトの GUI の紹介と称して用いられる像には、ウィジーウィングなオフィスシステムや高度なマルチウィンドウシステムのようなものが現れたかと思えば、次のカットでは子供が作ったような 稚拙なお絵描きツールやアーケードゲームの画が登場したり、時にはコマンドラインによる操作が映されたりと評判と一致せず混乱させられることが多い。これはアルトには g u i ベース o s に相当するマルチウィンドウ環境が一つではなく、モルトク、ディスプベースのインターリスプ、D、スターシステムから派生したメサベースのシダー、比較的後期に統合された、 アルトオフィス向けシステムなど、それぞれが独自の見た目や操作体系を有する。さらに、それらとは別に独立して動作する多数の GUI ベースのスタンドアローンアプリ、ワードプロセッサのブラボーやブローバックス、電子メールソフトのラウレルやアルディ、ドロー系のドローやシル、ペイント系のマーカップなど、が時期を前後して研究開発されていたことに起因する。 これらの GUIOS やスタンドアローンの GUI アプリの映像に加え、その切り替えに用いられたアルトングゼクティブと呼ばれるドスライクな CUI ソフトの映像が何の説明も脈絡もなしにつなぎ合わされた結果、それを見る人に無用な混乱を生じさせてしまっている。特に GUI の歴史という文脈でアルトが取り沙汰される際に暗黙のうちに念頭に置かれるのは アランイが構想した、いわゆる、ダイナブックの暫定実装として、アルトを動作させた状態。つまり、スモールトックを OS として用いることで、暫定、ダイナブックとして機能している、アルトを指していることが多い。オーバーラップする、マルチウィンドウ、マウスを使ったメニューの活用、選択命令という指示手順、コピーペースト、アイコンを用いた切り替えボタン。 マルチスタイルフォントなど、現在のパーソナルコンピュータでおなじみの機能や操作スタイルのほとんどは、スターの開発が始まる1977年頃までには、すでにこのシステムで完成されていた。ケイラはもちろん、この暫定ダイナブックをパーソナルコンピュータとして安価に販売することを希望していた、スターの完成を待って、付加価値を高めたワークステーションをビジネス市場へ投入したい。 デロックスの上層部により彼らの要求は退けられたため結局アルトが製品化されることはなかったしそのハードウェア技術の多くは後にスターに転用され日の目を見ることになるスターはパークで開発されたものではない1977年ドンマッサロを中心としたパークの技術者たちは200人を超す技術者集団に 膨れ上がっていたカリフォルニア州パロアルの研究所を離れカリフォルニア州エルセグンドでシステムズデベロップメントデパートメントを創設した彼らはあるとの良いところだけを継承した新しいシステムを開発し簡単に使えて様々な事務作業の自動化に役立つものを作ろうとしたデビット・リドルをリーダーとする開発人は未来のオフィスを合言葉にした当時 コンピュータの世界は高価なメインフレームやミニコンピュータが主流でダム端末で時分割された中央演算装置を使うというものであった。他方パーソナルコンピュータはまだ単純なものでごく限られた処理能力しか持ち合わせておらず他システムと通信し合う能力を持っていなかった。ゼロックスはこの間に日地市場を見つけ分散処理コンピューティング ファイルや周辺機器を共有するスマートなワークステーションといった構想を立てた。開発作業の多くの時間は打ち合わせと企画立案に費やされ、分厚く詳細な機能設計書レッドブックが作成された。この本は開発のすべての段階において聖書のように扱われることとなる。すべてのモジュールと機能は、この設計書によってインターフェースが定義され、 整合性を保つようになっている。機能の仕様変更は監査チームによって承認を受けなければいけないため、設計基準が厳格に守られた。このユーザーインターフェースの基本原理は、ユーザーが直感的に理解できるように現実の事務所内の事物を擬態することにある。つまり、ウィジーウィングであることが最も重要であるとする。文書は実際の印刷物のように白い背景の上に黒い。 文字で描かれる。また、パークが開発したページ記述言語インタープレスを使ってプリンターはディスプレイの複写を取ることができる。ユーザーは文書やホルダなどが置いてあるデスクトップを目にする。そこには文書の種類ごとに異なったアイコンが表示されている。アイコンをクリックするとウィンドウが開く。この時ユーザーはプログラム、 テキストエディタや描画プログラムや表計算ソフトなどの起動を明示的に指示しない。文章を開くだけで必要なプログラムが動くのである。スターのユーザーインターフェースはオブジェクト指向に基づいている。例えば、ワードプロセッサ用の文章であれば、ページというオブジェクト、節というオブジェクト、段落というオブジェクト、単語というオブジェクト、そして文字というオブジェクトが存在する。 ユーザーがあるオブジェクトをクリックで選択するとキーボードにある規格化された機能、例えば、開く、消す、複写、移動といった機能を呼び出すことができる。また、属性を見るというキーを使って選択した任意のオブジェクトの設定状況を属性シート上で確認することができる。例えば、文字のオブジェクトなら、本トの大きさなど。この考え方により、すべてのプログラムで メニューの構成が飛躍的に簡単になった。スターではシステム設計の最初の段階からオブジェクトの融合について考慮されていた。例えばグラフ作成モジュールが作ったチャートオブジェクトはどんな種類の文書の中に埋め込んでもよかった。比較としてマイクロソフトの Windows ではこのようなことはオーレが導入された1990年9年後まで実現されなかった。 アローアルトのあるグループは、ハードウェアとプログラムツールを結ぶ OS の基礎研究を行っていた。エルセグンドのチームは彼らと協力して、ユーザーインターフェースとユーザーアプリケーションの発を進めていった。彼らの作業は、彼ら自身が研究開発していたファイル共有システム、プリントサーバ電子メールといった技術に強く依存する形で進められた。 アーペネット、インターネットの原型への接続も持っており、これを通して、エルセグンドとパローアルト間の打ち合わせが行われていた。スターは、プログラミング言語メサを用いて作られた。この言語は、マジェラマイナス -2 及びマジェラマイナス -3 に大きな影響を与えたものである。メサ自身は、オブジェクト指向言語ではないが、 各種プログラミングツールとプログラミング技法は、疑似的なオブジェクト思考設計とオブジェクト思考プログラミング環境を提供していた。メサでのプログラミングにはモジュールごとに2つのファイルを用意する必要があった。1つは各オブジェクトのデータ構造定義と手続き宣言をする定義部で、もう1つは各手続きの処理コードが記述される部分である。スターの開発チームは宣伝された。 統合開発環境、他女、外部からは、ゼロックスデベロップメントエンバイロメントザドと呼ばれて、板を使っていた。他女はスモールトックマイナス80の環境に似た点を多く持つが、それ以上のツールを持っていた。例えば、DF というバージョン管理システムがあり、プログラマはモジュールに変更を加える前に、チェックウート作業を行わなければいけないようになっていた。 依存関係にあるモジュールの変更を要するような変更点はきっちりと追跡管理され文書化された。そして低レベルのモジュールの変更は多くのレベルの認証を受けなければならなかった。開発チームは精力的に作業を進めていった。そして数多くのプロトタイプ作成とテスト作業をこなさなければいけなかった。パークの研究環境にあったネットワークプロトコルや データエンコード式が能力不足だと感じれば、彼らはそれを新たに作り直していった。当初、アルトだけが開発に使える機器であった。それはこのソフトウェアの過酷な負荷に耐えるだけの十分な能力を持っていなかった。最後の段階までハードウェア構成の見直しが行われ、プロセッサですら能力不足であると判断されれば見直された。多くのソフトウェアは、 再設計され、書き直され、ユーザーのテストの結果や、市場の条件、システムの都合に基づいて改良がなされた。最終的には、スターの機能使用書には記述されたものの未実装になっている機能がたくさんあったが、市場に送り出されることになった。出荷直前の数ヶ月は信頼性とパフォーマンスのテストに費やされた。当初、スターのソフトウェアは、 ハードウェアプラットフォームドルフィン上で開発された。しかしソフトウェアがあまりに複雑であったためにしばしばその能力限界を超えてしまうことが起こった。スター開発のある時期においてはシステムのリブートに1時間半もかかっていたこともあった。結果的に最初の商用化の際のスターワークステーションのハードウェアはバトラー・ランプソンの論文に基づくワイルドフラワー。 アーキテクチャに沿って作られたマシンダンデライオンダリアンと省略されることもあるとなった。ビットスライス方式の AMD m 2 9 0 0を元にマイクロプログラム方式で作られた。その CPU はプログラミング言語メサの仮想機械として動作した。より多くのマイクロコード領域を有する強化版のダンデライオンはダンディタイガーと名付けられた。 384KB の主記憶装置、1.5MB まで拡張可能と、10MB、29MB ないしは 40MB のハードディスクドライブ、8インチフロッピーディスクドライブ、マウス、イーサネット接続端子を持っていた。17インチ CRT ディスプレイ、白黒は当時の標準的なものよりも大きかった。これは8.5インチ11インチ用紙2枚が横に、 並ぶところを実寸で表示できるため必要な大きさである。ディスプレイの解像度は 75dpi で1ポイントを1ドットで表示することでほぼ原寸大のイメージを表示した。ゼロックススターは本来は独立して使われるコンピュータとして設計されたものではなく、ゼロックスのパーソナルオフィスシステムや他のワークステーション、 ネットワークサービス機器にイーサネットを介して接続されることを前提として設計された。1台だけでも1万6千ドルという販売価格であったが、普通の事務所では2から3台の機器とファイルサーバープリントサーバーを用意しなければいけないため、システム全体の価格は5万ドルから10万ドルという価格になる。これは販売の大きな障害になった。あとに、スターは改良され、 単体の装置とレーザープリンターを購入するだけで使えるようになった。しかしゼロックススターは2万5千台が売れたに止まったため商業的には失敗だったと言われている。スターは時代の先を行き過ぎていたのだという声も聞かれた。小さな開発者集団の他にはごく少数の人にしかその高い能力が理解されなかったのである。スターが市場に投入された年というのは IBM は IBM PC にごく基本的な OS である PC DOS を搭載して販売していたとしであることに注意してもらいたい。また、スターの2年後に Apple ンピュータにより市場に投入されたリースも結局商業的に失敗したが、これもスターと同じような理由だと言われている。他方ではスターが成功できなかった理由は、 ゼロックスの体制に問題があったからだと指摘する声もある。ゼロックスは長年にわたり副社機のメーカーとしてその地位を築いていた。サイエンティフィックデータシステムズの獲得に伴う解雇騒ぎで彼らはすでに失敗を犯していた。ゼロックスの収入の大部分を賄っていた旧来からのコピー機の部門は新規部門に嫉妬心を持っていたと言われている。彼らの商売努力は 半分しか理解されないか全然注目されなかった。加えてオフィス機器の販売部門の主要な責任者たちは50万ドルにも及ぶレーザープリンターの賃貸契約料を獲得していた。そこには分散処理化が入り込む余地がなかったのである。おそらく最も重要である点はゼロックスの企画戦略担当者たちはアポロコンピュータや シンボリックスなどのワークステーションメーカーと対等に戦える力がい図と判断したということであろう。ゼロックスという名前は大きな財産ではあったが直接顧客には結びついていなかったのである。さらに今日の標準的なものと比べるとこのソフトウェアはあの時代の限定されたハードウェアに載せるにはあまりにも重すぎて動作が遅すぎたのである。特に ファイルシステムの設計のまずさによる影響が大きかった。大きめのファイルを保存するのには数分を要した。障害時には1時間近くもかかるゴミ掃除が始まり、7511という診断コードが画面右上に表示され続けた。このシステムがいかに洗練されたものであったにしても、この時間はしばしばこらえがたいものであった。ゼロックスの名にかけて、 彼らは売り上げを伸ばすための様々なことを試みた。スターを開発する際には、より効率的なとのハードウェアプラットフォームに乗り換えをし、性能向上のための大幅なプログラム書き換えを行った。新しいシステムベポイント6085は1985年に発売された。このハードウェアは 14MB の主記憶装置を持ち、1080MB のハードディスクドライブを持っていた。 また、15インチか19インチのディスプレイ、5.25インチフロッピーディスクドライブ、マウス、イーサネット接続端子を持ち、価格は6000ドル強であった。ベポイントは、レーザープリンターさえあれば、単独の機器として販売することができるようになった。インテル8086用拡張基板を用いて、PC-AT 互換機モードが提供された。スターシステムのファイルを、p c AT 用ソフトウェアに引き渡すことが可能になったのである。かなりの価格低下を実現したにもかかわらず2000ドル以下で売られているパーソナルコンピュータの世界ではこの機器はまるでロールスロイスのようなものであった。1989年には DTP 向けの多くの新しいアプリケーションを搭載したベポイント2.0が市場投入された。 しかし結果としては、ゼロックスは、ベポイントで実現したハードウェアとソフトウェアを融合った、形でのワークステーションというものを捨てることになった。ゼロックスは、PC、a t 互換器用、ソフトウェアグロブルベを発売し、そこで、スターのインターフェースと技術を実現することになったのある。グロブルベの最初の版では、メサ CPU 拡張基板を取り付ける必要があったが、年に、 発表された最終版では Windows 3.1、Windows 95、Windows 98上でエミュレーションにより動作するようになった。他方でスター破格も先進的であったがゆえにその影響力を過大評価する誤解もはびこっている。例えば Apple コンピュータのスティーブ・ジョブズはゼロックスのパークを訪問して ALT を見てからリースと後のマッキントッシュに GUI とマウスを持たせることを決めたとされていることと、アルトが後に、スターのハードウェアに、技術転用された事実を組み合わせて、ゼロックスのスターが、アップルのその後の GUI に影響を与えたとされる、ことがある。しかし、これは正しい話ではない。スティーブ・ジョブズが目にしたのは、当時、暫定的ダイナブック環境として開発中だった、スモアルトックシステムであり、 パークを見学したジョブズたちが別部門で、しかも極秘裏に開発中のスターのデモンストレーションを受け、さらにそこからインスピレーションを受けることなど到底、ありえないことである。実際、リース試作機においては、スター発表の前年の1980年には、スモールトックの GUI から多くの特徴を吸収し、さらにマウスのワンボタンか、アルトのは三ボタンと、 その際に削除したボタンの機能を割り振るため、プルダウンメニューやメニューバーの発明、第二ボタンの機能や、ウィンドウやタイトルバーへの機能の組み込み、第三ボタンの機能といった独自のアレンジを終えていた、この状況の推移は1980年の月単位で参考文献に詳しい。リースの開発チームのメンバーは、翌年の全米コンピュータ会議で初めてスターを目にする。 スターのことを知るよしもなかったと後に述べている。さらに、発表当初スターは、ウィンドウもタイル表示スタイルで、オーバーラップ表示ではなかったことや、マウスボタンの使用法、テキスト編集方法や編集用メニューコマンドの構成など、多くの点でリースや、それが手本にしたスモアルトック GUI とは、様式が大きく異なっていた。このような状況証拠からも、スターが、リース、 ひいてはその後継者であるマッキントッシュや Windows などに多大な影響を及ぼしたとは考えにくい。しかし、リースより先行して発表されたスターのユーザーインターフェースからの Apple 製品への影響が皆無とも言い切れない。例えば、スモーアルトックシステムはプロセスごとに1内指数個の WING を持つが、これらのウィンドウは最小化、アイコン化して名前だけの四角形にすることはできても、 デスクトップ上にデータ、ホルダーや文書やサービス、印刷、電子メールなどがアイコン化されておかれるということはない。こうしたアイコンベースのデスクトップマネージャー機能はスターオリジナルのもので、この点に限ってはアップルの開発者も前日の NCC で見たスターからヒントを得て完成間近のリースに新たに組み込んだものであることを認める発言をしている。 日本では1982年10月に、富士ゼロックスから 8012J スターインフォメーションシステム以下 J スターの名称で発売された。これは8000インフォメーションネットワークシステム 8000INS の一部で以下の製品で構成されていた。蒸気価格は買い取り料金、イーサネットケーブルなどネットワークの構築に必要な機材は別売。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。